はい、どうも、ゆきおでございます。はい、今日もね、ゆきおとワインでございます。今日のワインはですね、ちょっとですね、思い出深いワインなんですけれども、ゆきおですね、2年前に初めて、ブルゴーニュに行ったんですね。でそれブルゴーニュに行った時の、村がボーヌっていう村に泊まったんですけど、まあ、ブルゴーニュも中心都市なんだけど、でそこに泊まった時に、夜、ちょっと奥さんがちょっと体調悪くしちゃって、その日残念ながらね、なのでちょっとゆきおがちょっと一人でご飯に行ったっていう時があったんだよね。でちょっと一人で行ったから、まあ、その店の中の様子とかすごいもうつぶさに観察してたら、なんかこのワインが結構ボトルでなんか飾られてるのをよく見て、でさらに隣のテーブルの人がこのワインを頼んでたんだよね。だからなんかすごいこのワインが流行ってんのかなと思って、でこのワイン自体をゆきおは全然知らなかったから、なんかあなんかすごい流行ってるワインなのかなその辺でと思ってたから、ちょっと買おうと思って、店入ったらワインショップにあったから、ちょっと買ってみてきたっていうワイン。なのでこれはもう、ボールで買ってきたワインだから、一応まあ本当にあのハンドキャリーの直輸入ってことかなであるんだけど、で全然知らなくて、おなんか現地でいいのあるから買ってきてみて、ちょっとウキウキしてたら普通に日本でも輸入してたっていうね。ちょっと調べてみたら、ただ俺が知らなかっただけなんだね。なのでちょっとそれを今日は、開けてみようかなと思います。ポコン、そこ意外とこうポコンってやると上外れるのが多いから、外れるやつはそれでも十分でございますね。はい、それでは開けていきましょう。まあ彼はちょっと置いといて、多分多少カビ生えてるね。うん、でもこのコルクって上の部分ここにちょっとカビが生えててもそれは全く問題ないんだよね。そうだから、ある程度そこを拭き取ってあげて開けるっていうのが大事だね。で結構カビが生えてるのって、まあ、昔はそれがいい状態で保管されてる証拠みたいにも言われてて、やっぱりちょっと湿気とかがある状態じゃないとカビって生えないから、まあ、湿気がある状態、湿気というか、うん、湿度がある状態かでちゃんと保たれてるっていう証拠だから、意外とカビ生えてるのが悪いとは全くされてなかったから、これもいい状態で保管されてたのかな。よいしょ、結構コルクがやばいからゆっくりやんないと。あでもコルク結構しっかり長いね。大丈夫だ。うん、コルクが長い、コルクがね長いとやっぱりなんか長期熟成に長期熟成を考えてるようなワインで、ね、結構コルクが長めでこう栓されていることが多くて、やっぱり長いコルクの方がやっぱり高級だから、ちょっとそれを考えて作ってくれてるってことかな。これ結構長めだね、やっぱドシンプルなコルクだなここになんかこのワイナリーの名前とか書いてあるコルク多いんだけど、これ何も書いてない、超シンプル、年しか書いてない、2014年ね。そう、はい、ってことです。でこのワインはブルゴーニュっていう地域ね、フランスのブルゴーニュワインで、でピノノワールっていうブドウを 100% 使ってるワインで、有名ではない場所なんだけど、そのボーヌの村の周りにあるアロスコルトンっていう村があって、でそこの村のワインなんだけれども、その村っていうのはそのコルトンの丘っていう、まあ、すごく、まあ、遠くから見ると非常にちょっと小高い丘になってて、でその上にちょっとちっちゃな森みたいなのがあるんだよね。でそれがすごく遠くから見ると、まあ、美しい景色にはなってるんだけど、まあ、そのコルトンの丘っていうのがある村、その周りの村の畑で採れてるブドウで作ったワインで、まあ、そこは結構そのボーヌに行った時に2年前ね、で自転車とかでも回ったりしてすごく自分の中でも思い出深い場所になってたから、まあ、そこのワイン、そこの村のものがあったから買ってみた。でさっき言ったようにちょっと気になる生産者だったから、ちょっとこれはもう買っとかなくちゃなと思ってそこで買ってきたんだよね。でこれなんかね1本しかなくて、そのワインショップに、あこれはもう俺が買わなあかんわと思って買ってきたやつ。そう、それをまあ2年越しでちょっと飲んでみようかなと思います。はい、エチケットもなんか可愛いよねこれね。なんかこれ窓らしい、どうやら窓をモチーフにしたエチケットらしい。そう、アロクスコルトンで、生産者はメゾンアンベルリーっていう生産者ですね。はい、じゃあ飲んでみよう。よいしょ、よいしょ、おお、色が淡いね、すごく淡い、綺麗な色してる。
ああすごい、もうだから下手したらちょっと濃いめのロゼみたいな色してるね。すごい泡め。飲んでみましょうか。これは美味しいやつだ。美味しいやつの香りしてる。漠然として。ダメだ。こんな漠然としたあれだめだ。これね、うん、なんかね、すごく、赤い果実って言われる、ストロベリーとかフランボワーズみたいな感じの香りがやっぱりすごく前面に出るんだけど、その中に少し甘やかな香り、うん、いずれの砂糖とかの甘さじゃないようなフルーツの甘さがしっかり出てる甘い香りっていうのがあるから、それ出てるとやっぱりすごくとっつきやすい感じのチャーミングなワインっていう風になるんだけど、で奥の方にやっぱりお花の香りもあって少し土っぽさもある、そこが複雑みが出てきてる要因かな。非常にいい香りですね。うん、あこれいいか、すごいいいかもしんない。これまあすごい、この村自体はもともと白ワインの方が有名なんだよね。コルトン・シャルル・マリュっていう、まあ、特級って言われる非常に格が一番上の白ワインがあるんだけど、赤ワインも一応その特級格のコルトンっていうワインがあるんだけど、そこまでやっぱり赤ワインとしては、うん、まあ有名だけど、もっと他にね知名度高いワインとかあって、そっちの方がやっぱりみんなすごい好きだとは思うんだけど、この村はちょっとまあ地味に見えるんだけど、意外とこれはすごい、うん、なんかいい香り、本当に甘やかな感じ、いちごちょっとジャムっぽさも出てくるかもしれないけど、でもそんな変な果熟した感じはないから、いい香り、ちょっと飲んでみます。美味しい美味しい、あ、うん、意外と飲むと多少タンニンもあるから、ちょっとまだ開けたてだからかもしれない、少しもっと空気に触れさせて落ち着かせると少し滑らかな舌触りになるかもしれない、ちょっとまだ多少タンニンもある。でなんか作り方はすごく自然な作りだね、これ。だから余計なことをしないで作ったような感じの、うん、味わいになってるから、すごくいいですね。好感持ってます。よかったこれ。美味しい美味しい。うん。うん。多分もう少し経てば落ち着くとは思うんだけど。いやー、よかったこれ買ってきて。美味しいわ。そして思い出深い場所のワインだから、なんかこう思い入れがあるから、なんかすごく飲んでてもその頃も思い出せるし、まあいいよね、ワインとかって。なんかそこに行ったことがある場所だと、その場の景色とか雰囲気とかを思い出して、それを思いながら飲むと非常にいいこの空気感で食卓が彩るというか、彩られるから、そういうのってやっぱりワインの良さだよね。美味しいわ本当に。うん、やっぱりブルゴーニュだからそこまで重たいワインではないんだけど、結構味わいとしては複雑さが出てるから、いろんな香りがあるし、でしっかり身がギュッと詰まってるから、非常に飲み応えもあるかな。色淡いんだけどね。うんうん、そこまで洗練されてるブルゴーニュではないけども、非常にいろんな要素を持ってる感じがして、すごく僕は好きですこのワイン。うん、美味しい。そしてアルコールもこれ 12% だね。すごく程よいアルコール度だから、なんか本当に重たすぎず、どんな料理とも多分合うとは思うし、すごい好きですユキオこのワイン。よかった、美味しい、買ってきてよかったです。なかなか見かける機会はないかもしれないけど、もしなんか機会があったらね、どっかで見つけたら飲んでみてもらえたら嬉しいかな。はい、ということで、なんかすごく穏やかな気持ちになるワインでございました。はい、ということでこんな感じですかね。今回のご紹介はこちらでした。メゾン・アンベルリーの、アロス・コルドンの2014年だね。うん、非常にいいワインでした。まあブルゴーニュのボールで、ね、買ってきたから、まあまあ、状態的にはね、そこから買ってきてすぐセラーに保管してるから、まあ非常にいい状態で保管できたかなとは思うので、うん、4年前のワインだけど、そこまで硬い感じもしないし、熟成がそこまですごい感じもしないし、いい
状態で飲めたかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じですかね。はい、いやちょっとね長くなっちゃった、いろいろ話したいことあったから話しちゃったけども、最後まで見てくれてありがとうございました。ご視聴していただき本当に感謝しております。ゆきおとワインをね見てくださって本当にいつもありがとうございます。はい、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いいたします。ゆきおでございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。